これがオアシスの心のはずよ。火種を使って灯せば、アペプの元素力を補充できるわ。そうすれば、体内の破損した部分も少しずつ回復し、健康になっていく。じゃあ、早く灯してから旅人を探そうぜ。ええ、わかっているわ。ちょっと待って。え？なんでだよ、火種が。砕けた。こんなに不安定なものだったなんて。なんでだよ、そこまで使ってないだろう。私にもわからないわ。もしかすると火種が守れるのは一人だけなのかしら。でもあの状況でもし全員に力を使わなかったら、みんなどこに飛ばされていたかわからないわ。それにしてもすぐに砕けるなんてことは起こらないはずなのに。もしかしたら。もしかしたら？この火種を作った当時、私は比較的弱っていたのかも。つまり、砂漠を救ったあの頃。そんな。いや、それはともかく、火種が砕けちゃったら、ここまで来た意味がないじゃないか。ナヒーダ、他に方法はないのか？おいらも一緒に考えるぞ。私は、心配ないわ、タイモン。責任は私が取るわ。火種の本質は、高濃度の元素力の塊だということなの。元素生命と私の元素力には、微細な違いがあるけれど、キノコンに変身した時に触れられたわ。あの力を模倣して自分の力を加えれば、火種と同じ役目を果たせるはずよ。火種になるってこと？ええ。とても力を使うことだけど、砂漠の時ほどじゃないはず。でも、また小さくなるかもしれないわね。え？もっと小さくなるって、どうなっちゃうんだ？草か枝になるわ。つまり、生まれたばかりの姿に、成長する過程を逆転させれば、私は限界を超える力を発動できる。でも、たくさん失っちゃうんだろ？見た目だけじゃない。感情とか、記憶とかだって。大丈夫。命が危ないアペプに比べれば、そんなのどうってことないわ。絶対ダメだぞ！きっと他の方法があるはずだ。それに、お前がそんなことになったら、スメイルのことはどうするんだよ！ことが終わったら、パイモンと旅人は、私をスメイルの土に植えてちょうだい。そんな姿になっても、ちゃんと森を通じて、世界と交流できるわ。ただ、あなたたちにはしばらく見えなくなるだけ。そんな。もし旅人がいたら、あいつだって絶対止めてたぞ。いや、責任を負う方法がこんなことだって知ってたら、オイラたちは最初から絶対認めなかった。ごめんね、パイモン。私たちの選択肢は、あまりないのよ。翼が折れて落ちた鷹は、みんながみんな、再び空を飛べるわけじゃない。だけど、リスクを犯さなくては、空には永遠に届かないわ。ダメだ！そんなの絶対ダメだぞ！わかっています。それが唯一の方法だと、草の王がすることはありません。私たちは、長い長い旅の中で成長した。故郷に帰るために成長するのならば、それも本望。わかっていたのに、
あなたたちが学んだ知識、言語、そして感情は、すべて純粋な元素力へと退化するわ。新しい故郷には、あなたたちの足跡はどこにも存在しない。誰一人あなたたちを覚えていない。あなたたちの望む帰郷は、本当にこういうことなの？草の王、悲しむ。ダメ。草の王の故郷、ここ、違う。僕たち、故郷に帰った。草の王、一緒、故郷に帰る。お願い、みんなの願いを感じて、目を覚まして。奴らの知識、記憶、
感情は全て逆転し、力となり解放された。もちろんもう答えることはない。数えきれないほど長い時間を共に過ごしてきた守護者は、今やあやつらと同じで、ただ世の元素力となった。あやつらは融合し、一体となってまた再び生まれ変わる機会がある。悲しむ必要などどこにあるというのだ。違うぞ、同じなわけないだろう。ダイモン、私たちとアペプが理解し合えることはないわ。でもアペプ、あなたが回復してくれさえすれば、他のことについては深追いするつもりもない。この状態を維持していれば、スメールの安全が脅かされることはないもの。力が戻れば怒りも増すかと思ったが、今感じるのはとっくに忘れ去ったはずの穏やかさのみだ。禁忌の知識は知らずのうちにあなたを変えて、その怒りと恨みを増幅させたのよ。返す言葉もない。世界の外から来たあやつをこれ以上ないほどに恨んでいるが、何時と何時の民を滅ぼしても意味がない。だがそれでも世は立場を変えたり、何時と関わったりするつもりはない。何時もまた無限に膨らむ好奇心によって命を落とせば、その時は心底から軽蔑し嘲笑ってやろう。本当に口の悪いやつだな。あなたの選択を尊重するわ。そして二の舞は演じないと私たちが証明してみせる。ねえ、あなたが休養に入る前に、最後に確かめておきたいことがあるの。どうやって禁忌の知識と関わったの？話せば長くなるが、遥か昔、我らはあれこそが天理に勝てる唯一の力だと思った。竜王が世界の外から手に入れた漆黒の力は我らを導き、外来者が定義した秩序に抗う手段になると。竜王？空前絶後の戦いがテイワットで繰り広げられた。その悲惨さといったら、危うく世界全体を崩壊させるところだった。勝者は世界を形作る権利があるが、敗者は灰となるのみ。だが竜王が逝去された後も、世は局面を逆転させる方法を探すことを諦めなかった。粉々になろうとする世界の境界線で、より多くの禁忌の知識を得ようとしたが、それもまた天から落とされた巨大な国によって差し止められた。スメールの天地異変は、竜の時代はすでに終わったと告げているようだった。でもあなたは諦めなかった。そうでしょ、アモン。つまりアフマルのことがあったから。そうだ、その後アフマルはナブマリカッタの助けのもと、その力を手に入れた。やつは野心を膨らませ、我が領土で強く栄えた国を作ろうとしておった。軽蔑はしたが、世はそやつの行動を黙認した。その代わり、
奴の死後、その全ての知識は世のものとなると。それでも心の底に心残りがある。当初竜王が帰ってきた頃、世界はすでに変わり果てていた。一部の竜は汝らと近づきすぎて、世界を奪われた恨みをも忘れてしまった。一部は戦死し、骨しか残らなかった。一部は傷を負い、逃げることを選んだ。竜王の鱗と意志とは、世にとって未だに心の中で不滅の光を放つものだ。この命尽きるまでついてゆく。あなた狂ってるわ。アフマルが誇った国が滅んだ時、世は約束通りあやつを飲み込み、その元素力を吸収した。だがそうして手に入ったものは成果ではなく、世界の滅亡だった。あやつの知識を分析する暇もなく、苦しみに耐えるのに精一杯で、力が尽きてしまった。それでもあやつの狂気は世以上であったと思うがな。それが世界の滅亡の由来か。その件についてはあやつにはめられたと認めざるを得ない。世はあやつの計画の最後の保険に過ぎなかった。小さなブエ、そして何時だ、引き続き進むがいい。世はずっと見ておるぞ。天理の大切にしておる命が一体どこまでできるのかを。なんだかよくわからないけど、無事に送り出されたみたいだぞ。健康に回復するまでにはまだ長い休養が必要なの。アペプの本性は初めて会った時のように乱暴じゃなかったし、直してあげたら理屈が通じるようになったわね。病気の時は切れやすいものだからな。なんかすっごく大きな事件を解決できたのに、素直に喜べないぜ。そうね、再び生まれ変わる機会があったとしても、旅の記憶も故郷への感情も、もう二度と戻らないわ。一つ一つの成長は唯一無二なんだもの。このかけがえのない感情の積み重ねこそ、大きな力に逆転できるものなんでしょうね。はあ、家族のいないところなんか故郷って呼べるのかよ。家族、そうね、あの子は家族を残していったわ。あの2匹のキノコンはまだ帰りを待ってるかもしれない。そうだな、戻ってみようぜ。こんな複雑な事情どう伝えればいいかわからないけど。
ただいま。戻ってきたわ。本当にごめんなさい。あの子は故郷に帰ったの。もう長く戻ることはないわ。悲しまないで。あなたたちを守るためだったのよ。幸せになってほしいって。ヌールは大切な家族だって。あの子が言ってたわ。ヌールはあなたの名前。そうでしょ？よかった。少なくとも、足跡を残せたわね。この子たちは、また巡り会える。いつかきっと。